昨日は寝る前にナリちゃんの動画をずっと見て寝たよ。魔王様そう。魔王様。うん、かわいい。最近ハマっててずっと見てる。<laughs> ニコニコしちゃう。見てたらねえ。えうん。妹感やばいよ。失いたいわ。うん。やしなってえ。うん、分かった。<laughs> マジか。 その代わり祭りの夜もなんでも聞いてね。いるよ。いいよ。何でも聞いて。本当？まず家から出ちゃ。え家から出ちゃダメ？ええ祭りの許可なく出るときは一緒に出ようね。あでも私家出ないから。うんうん。え待って仕事ついてくるの。全然当たり前でしょ。だって仕事場で何する心配なんかわかんないじゃん。 仕事するけどね仕事は仕事しに行くけどねでも祭り以外の女と喋る可能性もあるからまぁそうそう過は分かんなくても周りの人がもしかしたらよからぬ目で見てるかもしれないからだからちゃんと見ておかないと見てあげないと当たり前でしょそうだよね私たちで判断しないとそうだよ何で過疎は分かしいみたいな2人いるのこれ後ろ ついてきた。<laughs> 人またついてきたんよ。尿勤 <laughs> って出てきとったのよ。タソの母です、ね。<laughs> <laughs> お母さん。タソは見極める能力が欠けてるから。私が判断しないと。<laughs> <laughs> <laughs> なんかお母さんの口調。うん、<laughs> なんかでもちょっとドラマで見る感じのわかるわそれ。<laughs> <laughs> めっちゃ過保護なお母さんね、うん、ね。ねうん でもまず人間飼ってみたいんだよな。いい方言い方言い方大変だよ。なんでなんで大変なの散歩もする、ちゃんと。できる。<laughs> 自分が行きたい時だけ行けばいいんじゃないの雨の日も行かないといけないの行くもん、ちゃんと。できる。だから飼ってよ。人間飼って。えぐい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 。ぐいぐい <laughs> 倫理観<感>が <laughs>。えぐすぎる。<laughs> 倫理感バグる <laughs> しょうがないわねどの子にするのほんとねほんとねエルエルのコメント欄にいるね、うん、お <laughs> <laughs> こっからつまみ出されるの <laughs> ああよかったねうちのリスナーじゃなくて <laughs> よかったねみんな 祭り巣はもう買われてるのそれとも自由の身なの祭り巣はもう買われてるからあ、買われてるんだそうなんだ私人間じゃなくてリスだから、ただのああ、そうか祭りが飼いたいのは人間だからうんうんうんそうできもともと人間ってことあ、そうだよ、もともと人間でえ祭りのことが好きになったんだよね って言ってうんって言ったらリスにされるもと人間のリスでもみんな記憶ないからああそうなん記憶ないんだもともとリスだと思ってるそれでも幸せなことだよねそうだよまあ確かにね怖すぎそうだったんだメンバーシップ入ったらリスになるんだけどメンバーギフトを投げるとなんか自動的にリスになっちゃうへえそう 当たった人はねああそっかなんかあるよね <laughs> そうンバーランダムで <laughs> リスにさせる機能 <laughs> そうリスにさせる機能がある <laughs> 怖いリスが仲間を増やすために<う>、うん、洗脳していくの仲間のリスが